サインペンサインペンは水晶インクを用いたフェルトペンである。ペン先に繊維質を用いて毛細管現象を利用してインクを供給するといった構造などは類似の油性ペンと同様ながら水性独特の柔らかい書き味などが特徴である。もともと初の製品を開発しヒットさせたペンテルの商品名でペンテルサインペンとして 商標登録もされているが、細めの水性フェルトペンを指す言葉として、一般名詞化しており、工事炎等にも載っている。実用的な油性マーカーである、マジックインキは1953年に発売されたが、ペン先にはフェルトを用いていたため、太い字しか書けなかった。この点を改善し、ペン先をフェルトに変えて、アクリル繊維を用いサイズを書けるようにした。 ペンテルペンの大日本文具が1960年に発売した。このペンの評判は上々だったが、ペンテルペンには油性インクを使っていたため紙に書くと字がにじみ、裏移りしてしまう欠点があった。この点を克服し1963年発売されたのが水性インクを用いたペンテルサインペンである。サインペンは発売当初。 国内での売れ行きは悪かった。そこで翌年、騎士改正を狙って、シカゴの文具国際見本市に出店、配布されたサンプルの一本が、大統領報道官の手に渡り、たまたま借用した、当時のアメリカ合衆国大統領リンドン・ジョンソンが、その書き味を気に入って24ダースも注文した。これが報道されると、大統領のお気に入りとして人気に火がつき、全米から注文が、 殺到1ヶ月で180万本を売り上げた。その影響を受けて、日本でも注目されて、広く使われることとなる。その後、NASA の有人宇宙飛行計画、ジェミニ計画で、1965年に行われた、ジェミニ6号と7号のランデブーでも、宇宙飛行士が使う筆記具の一つとして採用された。毛細管現象を利用した、サインペンは、 無重量状態でも、インク漏れやインク枯れ等のトラブルなく書くことができた。日本国内では、サインペンの普及に伴い紙への筆記に特化した、フェルトペンを指す、商品名となり、一般名刺化して、現在では、多数の筆記具メーカーから、サインペンが発売されている。商標登録日本第76万1981号、ペンテルサインペンというロゴを登録した。 図形商標例えば、パイロット万年筆のロングセラー、V ペンの歌い文句に、サインペンの手軽さという表現が見られる、など。サインペン、高辞園第6版 ABC、日本ロングセラー公、ボリューム38サインペン。www.nttcom.co.jp。n t t コムウェア、2020年8月25日閲覧。 サインペン偶然が生んだ大ヒットシンデレラストーリーが話題に。ありがとうございます。